ブルーウィンドブローズは化け物に父親をさらわれたと信じている少年とその家族の葛藤を描いた作品です。新型コロナウイルスの影響で延期されていた試写会が5日国内で初めて佐渡市で開かれました。富名哲也監督やメインキャストを演じた市内に住む兄弟田中ひづきさんと椿さんが舞台挨拶に立ちました。撮影の合間に、いっぱい不思議な風が吹いて何かこの島のなんか私が感じ取った神秘性っていうんですかね、それをタイトルにしたいなと思って、こんなやつが出てるんだとちょっと思いながら楽しんで見ていただければ幸いです。私はあんま演じるっていうことをしてないと思うんですけど、それでも楽しんでもらえると嬉しいです。試写会にはエキストラを務めた市民らおよそ600人が集まりました。佐渡島がすごく綺麗に映っていて、それがすごく印象的だったということと、子供の頃少し思い出すような感じがしたりしました。映画ブルーウィンドブローズは来年秋に全国の映画館などで公開予定です。